30年間で一番の大雪。とある朝、地元の警察官クリスは周辺をパトロールしていました。突然、怪しげな若い女性が目に入ります。2つの重そうな荷物を持って道路に向かって歩いているようです。クリスは女性にバッグの中身を尋ねました。彼氏と別れたから彼の荷物を処分するためにまとめたと答える女性。しかしクリスは女性が強盗だと確信しました。なぜでしょう？女性が家の窓から出てきたためです。自分の家なのに窓を利用する人はいません。ノアは休暇中の人間の行動を調査するミッションに乗り出したエイリアン。マリブにある人気のビーチへ着陸しました。ノアは特別な人間コスチュームを身につけて周りの人に溶け込みます。この問題に対応すべく送られてきたのは特別捜査官のサム。サムはビーチに到着して海辺にいる人たちを尋問し始めました。しかし誰も怪しげなものには気づかなかったようです。休暇を楽しむ人たちをよく見て誰がエイリアンか当ててください。正解、腕が4本ある男性です。明らかですよね。エイリアンを捕まえたサムですが、ノアは姿を変えて逃走。サムは電車の中で怪しげな人影が飛び跳ねていることに気づきました。電車を止めて乗客を確認することにします。じっくり写真を見てサムがエイリアンを見つけるお手伝いをしてください。右端にいるお年を召した男性がエイリアンです。本を逆向きに持っています。ビッキーはコーヒーショップにてノートパソコンで作業をしています。しばらくしてビッキーはお手洗いに行きたくなりました。私物を置きっぱなしにしても大丈夫だろうと思ったビッキーはそのままお手洗いへと向かいます。しかしお手洗いから戻ってくるとリュックとノートパソコンが消えていました。ビッキーが外に駆け出すとピクニックバスケットを広げたご年配の女性3名が公園に座っているのが目に入りました。しかし3名全員誰も見ていないと言います。グリーンさんは今お友達と合流したばかりだそうです。スミスさんはサンドイッチを食べながら新聞を読んでいました。ジャクソンさんは鳥の写真を撮影中。犯人が誰か突き止めたビッキーは警察に通報します。さてビッキーはどうやって犯人が分かったのでしょうか。ビッキーの私物を盗んだのはグリーンさんです。赤いリュックのストラップが彼女のピクニックバスケットから見えています。ポールは遅くまで図書館にいました。勉強を終えて自宅へ向かいます。暗い廊下を歩いていると男子ロッカールームから声が聞こえてきました。誰かが外からロッカールームに閉じ込められてしまったようです。ドアを開けるとそこにいたのはトム。誰に閉じ込められたかは全くわからないそうです。その日トムはプールに向かっていたもののプールが閉まっていたため帰宅することにします。すると突然電気が消えて閉じ込められてしまったとのこと。ポールは犯人を探し当てると約束しました。次の日の朝ポールはクラスメートたちを尋問します。コートニーは教室でプロジェクトに打ち込んでいたとのこと。ジョシュはしばらくプールで泳いでからバスケをしに行ったんだと言います。ボブはコートニーと一緒にいましたが家族と一緒におばあちゃんの誕生日を祝うために早めに帰ったとのこと。ポールはすぐに誰が嘘をついているか見抜きました。皆さんはどうですか？犯人はジョシュです。前日プールは閉まっていたはずです。アンドリューは写真家です。自然の中を一人で歩いていてピューマに遭遇しました。幸運に恵まれたアンドリューはなんとか逃げおおせます。しかし逃げていた途中でフィルター付きの水筒が開いてしまったことに気づきました。そのためもう飲み水が残されていません。
しばらくしてアンドリューは喉が渇いてきました。彼に残された選択肢は3つ。1つ目は塩分が高い湖。2つ目はサボテンの汁。3つ目は泥っぽい小川。アンドリューが正しい選択をするお手伝いをしてあげましょう。3つ目の選択肢が一番危険度が低いでしょう。塩分量の高い湖から水を飲むことはできません。喉の渇きが癒されることがないためです。サボテンの汁を飲んだ場合、毒に侵されます。フィルター付きの水筒を使えば、泥っぽい水なら簡単にきれいにできます。他の臓器は一切なく、13の心臓だけを持っているもの。一体どんな生き物でしょう。トランプです。動画ブロガーのチームは、隠された秘密を暴く動画を撮影すべく、有名のお化け屋敷に向かいました。一行が到着すると、特に怪しいものは見受けられません。家には全く不気味な様子がないのです。建物に近づいていくと、カメラマンのジョージがくるりと向き直って、家に入ることを拒否します。仲間が説得を試みますが、ジョージは今すぐここから去るべきだと言って聞きません。仲間はジョージの警告を無視し、中へと入っていきました。ジョージは通りで一晩中仲間を待ちましたが、仲間は戻ってきませんでした。写真を見て、家の何が問題なのか当ててください。地面を見てください。家に向かう足跡がありますが、建物から離れていく足跡は存在しません。うわー。写真をご覧ください。泥棒を見つけられますか？泥棒は左の家の中で窓のそばに立っている人です。土曜日の朝、姉妹のジェニーとマヤは家でかくれんぼをしていました。次はジェニーの隠れる番。ジェニーはかくれんぼをグレードアップさせることにします。ロングボードに乗って家を出て道路に繰り出しました。マヤは100まで数えてジェニーを探し始めます。家中探し回りましたが、ジェニーを見つけることができません。マヤは心配になってきました。通りに出てご近所さんたちに確認してみることにします。アリスは午前中ずっと芝生を刈っていて、誰も見ていないと言いました。デレックはロングボードの音で目覚めたと言います。リサは出張中で今さっき帰ってきたとのこと。マヤは隣人の一人が嘘を言っていることに気づきました。誰でしょう。アリスです。よく見てください。芝生は全く刈られていません。人間の臓器でもあるアルファベットは何でしょう。愛です。塔に自分を閉じ込めていたドラゴンから逃げおおせたお姫様。砂が敷き詰められた薄暗い地下の広間を歩いていると、突如3つのトンネルが現れました。1つ目のトンネルの中では炎が燃え上がっています。2つ目のトンネルの天井からは毒性の酸が滴っています。3つ目のトンネルは毒性のサソリで溢れています。5分後、お姫様は地上に出て、王国に向かって森の中を走っていました。さて、お姫様が選んだトンネルはどれでしょう。一つ目のトンネルです。砂を使って炎を消したんです。賢い。動かされることはあっても、目で見ることはできません。一体何でしょう。答えは心です。絵をご覧ください。おかしなところを見つけてください。
新鮮な肉と書いてあります。悪夢を見たマイクは夜中に目覚めてしまいました。周りを見渡してマイクは奇妙な家に閉じ込められたということに気づきます。周りを探し回って4つの扉を見つけました。1つ目のドアは宇宙につながっています。2つ目の扉の中には巨大な拡大鏡、中に入ったものは即座に太陽光で燃えてしまいます。3つ目の扉はお腹を空かせたライオンの群れ、4つ目の扉にはサメであふれかえる海。マイクが扉を選ぶお手伝いをしてあげましょう。2つ目です。夜であれば太陽光が危険にはなりえません。楽に扉を通り抜けることができるはずです。億万長者のナンシーが警察署にやってきました。かなり動揺した様子で、娘のダイアナが失踪したというのです。前日に大学に戻らないのであれば経済支援をしないとダイアナに伝えたナンシー。ナンシーは働きたくも勉強したくもなかったために、2人は口論になります。その後ダイアナは新鮮な空気を吸うために外に出て、そのまま消えてしまったとのこと。その日の夜、ダイアナが知らない番号からナンシーに連絡してきます。誘拐されたの。3人の男たちから頭に黒い袋をかぶせられて車に押し込められたの。500万ドルを要求してる。今は砂漠を移動中。犯人たちはバニーのコスチュームを着てるみたい。警察はナンシーに心配は不要だと話します。ダイアナはお金欲しさに誘拐を装ったのです。警察はどうして分かったのでしょうか。ダイアナが頭から黒い袋をかぶっていたなら、犯人のコスチュームも砂漠も見えるはずがありません。ウェンディは美術の先生。今朝、誰かが先生のコーヒーカップに接着剤を塗るといういたずらをしました。先生は3人の生徒に質問します。ブレアは、やっていません、夢中で花を描いていましたと答え、ジェイソンは、寝坊してしまって先生より後に教室に入りましたと言っています。ザラは、私は先生のことが大好きだからそんなことしませんと言いました。いたずらをしたのは誰でしょう。ザラです。ポケットにグルーペンが入っていますよ。ウェンディは生徒たちに課題を与え、教室を後にしました。しばらくして戻ってきた彼女は一枚の絵を目にして言います。これは傑作ね、誰が描いたの。すると、この絵を描いたのは自分だと3人の生徒が名乗り出ました。本当のことを言っているのは誰でしょう。誰が描いたかを知るために3人のパレットを見てみましょう。絵と一致する色が全色パレットに載っているのはこの生徒だけです。ウェンディは昼食を買いに外に出ました。そこで地面に倒れているサイクリストを見つけます。ここで何が起こったか分かりますか。車がケチャップのボトルに衝突し、サイクリストは近くに倒れて汚れただけのようです。ウェンディの元に美術道具が入った箱が3つ届けられました。3箱とも同じ見た目ですが、どの箱にも間違ったラベルが貼られているようです。ウェンディは1つの箱だけを開けて、全ての箱に正しいラベルを貼り直さなければいけません。どうすればいいでしょう。3つの箱全てに間違ったものが入っているので、ウェンディは3つ目の箱を開けるべきです。もし水彩絵の具が入っていたら、1つ目の箱には間違いなく筆が入っていて、2つ目の箱には水彩絵の具と筆が入っているはずです。もし3つ目の箱に筆が入っていたら、1つ目の箱には水彩絵の具と筆の両方が入っていて、2つ目の箱には水彩絵の具だけが入っていることになります。デリバリー配達員が外に出て、警察を呼んでくれ、僕の車が盗まれたんだと叫んでいます。
警察は捜査を開始し、3人の容疑者を集めました。この中の1人が車を盗んだ犯人です。犯人は誰でしょう？1人目はフェンスにペンキを塗っているところで、3人目は庭師。でも2人目の男はシャツのポケットに鍵の束を隠しています。犯人は彼に違いありません。ハロウィンパーティーにやってきたウェンディ、3人の男性にダンスに誘われましたが、そのうちの1人は狼男のようです。狼男は誰でしょう？右の男は狼男のコスプレをしているだけ。真ん中の男には傷はありますが、それだけでは狼男とは言えません。でも見てください、左の男には本物の狼の尻尾がありませんか？パーティーの後、ウェンディは氷でできた牢屋で目を覚ましました。手にはツルハシを持っています。一方、親友のザックも同じような牢屋に閉じ込められ、ドリルを持っています。脱出できるのはどっちでしょう？脱出できるのはウェンディです。ザックは電気がないとドリルが使えませんからね。翌日、ウェンディはアトリエに到着します。テイクアウトしたコーヒーを机の上に置き、トイレに行きました。戻ってくると誰かが自分のコーヒーを飲んだようです。ウェンディはカップに指紋がないかを確認しましたが、あるのは自分の指紋だけ。ウェンディは3人の生徒に質問しました。ブレアは、すみません、シンクで筆を洗っていたので先生の机は見ていませんでした。と言い、ジェイソンは、僕はコーヒーが苦手だし、そもそもストリーミング中でした。と答えます。ロビンは、授業で絵のモデルになるために更衣室で着替えていました。とのことです。コーヒーを飲んだのは誰でしょう？ジェイソンです。後ろのポケットにゴム手袋を隠しているのが見えますか？だから指紋がついていなかったんですね。ウェンディに緊急電話が入ります。彼女のアートギャラリーから絵画が盗まれたというのです。ウェンディはギャラリーの来場者の中から3人の容疑者を調べることにしました。サラは、あなたの絵を買いに来たんですが、ギャラリーに入ったら壁には絵がありませんでした。と言い、ジルは、7年前に失明したので何も知りません。ギャラリーにはトイレを使うために来ただけです。と答えます。ロバートは、私は盗みなんてしません。大口投資家なんですよ。と言います。嘘をついているのは誰でしょう？ジルです。本当に目が見えないのならカメラを持っているのは不自然ですね。美大の入学試験を行っているウェンディ、この3人のうち1人は左利きです。誰だかわかりますか？3人目の男です。左利きの人は右手にパレットを持って左手で絵を描きます。左手を動かして右手は動かしません。試験中、ボビーという男性の具合が悪くなり気を失ってしまいました。ウェンディは救急車を呼び、彼を病院に連れて行きます。彼女はボビーに会ったばかりで家族のことは知りません。でもウェンディは病院にいる彼の奥さんにすぐに気がつきました。奥さんは誰でしょう？彼と同じタトゥーを入れた1番目の女性です。3人目は頬にボビーと似たようなほくろがあるので、ボビーの妹。